どうも皆さんこんばんは。今回はですね、ファンが作った、まあ、ガセのシンビオートスーツがクオリティ高すぎるので、ちょっとそれを紹介していこうかなと思います。えっと、ファーフロームホームの最後にですね、シンビオートが MCU の世界に残ったんですけど、もしトムホ版のシンビオートスーツが完成していたら、こんな形になっていたかもしれません。こちらの画像です。まあ、このようにですね、 非常にクオリティが高いスパイダーマンのスーツが出回っているんですよね。ただしこれはガセです。なぜガセ,でガセかというと、このトーマスと書いてある方がですね、インスタグラムで否定しております。これは違うものなので、オフィシャルではないんですね。あの、ベノムの映画で出てきた、の、シンビオートのあの、生物感というのがね、うまく出ている。 ものですね、そして注目していただきたいのが手の甲ですね手の甲に何やらウェブスイングできるようなものがありますね実はこれ心拍とスーツ手の甲から糸を発射するという設定があったりするんですよ、まあ、それをおそらくこの、まあ、ガセのスーツでは採用しているんじゃないかなと思います 一応コミックではスパイダーマンがシンビオートスーツに乗っ取られてからウェブシューターなしでウェブが放てるようになったとかそういうのもあるんでねもしかしたら MCU でもそういうのが起きたりするかもしれません、まあ、ただこれはあのオフィシャルのものではないので注意してくださいそれではえっとここからはこのシンビオートスーツと過去の侍ビ版そしてコミック版でもう一つ あの、アメイジング・スパイダーマン。前回というか、動画で上げていた PS3 のゲームですね。あれにも、実はアメイジング版の1のスーツがもし、シンビオートになったらっていうのがあるんでね。それと比較しながら見ていきましょう。まずは、コミック版のクラシックスーツ。シンビオートスーツですね。これはね、一般的な形で、今回紹介しているこのスーツ、この、 コミック版が元になっていると思える胸のシンボルですね。結構似てますよね。まあ、やっぱりブラックスーツといえばこのでかい胸の雲のマークというのが印象的なので、もし MCU で着てくれたらどんな形になるのかっていうのはちょっと期待はしてますね。そして、サムライ美版がこちらですね。まあいつ見てもかっこいいですよ。ブラックのスーツは。非常に 中二感が溢れて好きですね。そしてゲームの方に実装されているアメイジング・スパイダーマンのワンのスーツがシンビオート化したらこういう形になると。まあこちらの画像ですね。まあこのように映画3つでシンビオートでみんなが集結するみたいなこともあってもいいんじゃないかなとかちょっと思ったりするんですけど まあそれはわからないですね。ある、あればいいなとは思うけど。一つ可能性があるとするならば、what if, what if, もしもの世界とかまあなさそうですけどね。そして今後、マーベルスパイダーマン2ではね、ベノムが登場すると予定されておりますので、このゲームにおいてのアドバンススーツ、 こちらのスーツが切り替わり、ブラックスーツになるんじゃないかな、みたいなことを予想しています。このマーベル・スパイダーマンの2ではね、おそらくマイルズか、ピーター、どちらかが、シンビオートのスーツをまとうんじゃないかな、とは思うんですよね。なので、もし、 マーベル・スパイダーマン2が来たら、おそらくこのアドバンススーツ、アドバンススーツの胸のシンボルはそのままに、服を黒くしたバージョンが出るんじゃないかなって、思うんですよ。ただ単にこれ、黒くしちゃえば、胸以外黒くしちゃえば、完成ですからね。まあその分でもマーベル・スパイダーマン2は期待しております。なんか噂によると、 全スーツのシンビオート版があるとかないとか。まあ、噂なんですけどね。まあ、そういうのもあるんで、まあ、今後シンビオートスーツってのは、まあ、注目が集まるところなんじゃないかなと思います。皆さんは今紹介した、まあ、スパイダーマン、コミック、サムライミー、そしてアメージング版、どちらが好きですか このファンが作ったであろう、まあ、画勢情報のトム・ホランド・バーン、シンビオート・スーツもなかなかクオリティは高いんですが、まあ、MCU で来た場合はもっとこれを超えてくるんじゃないかなって勝手に思ってます。あと、マーベル・スパイダーマン2ですね。どちらが早いかというと、マーベル・スパイダーマン2の方が早く来ると思うので、 来年ぐらいですね、発売が。その来年に発売された時に、マーベル・スパイダーマン、来れば、拝める。拝むことができる、ということで。どちらも非常な楽し、非常に楽しみなものですね。まあ、ところで話は変わるんですが、このブラックゴールドスーツとか、まあ、スタークスーツとか、 雲のマークがちっちゃいのと、まあ中ぐらいのと、まあ中ぐらいこれとかね。まあこれは中かなこれは小かなまあこれも中だよね。まあ小中大あると思うんですけど、皆さん胸のマークどれが好きですかねまあないやつもあるんですけどね。 MCU のやつは今まで胸のバークがね、ちっちゃかったので、あの、最後に出てきたやつは中ぐらいという感じでね、まあ分かれ、あの、好みはね、分かれると思うんですけど、皆さんはどれが好きですかね。個人的には中ぐらいがいいかな、と思います。だから中ぐらいの最後のあの、ノーウェイホームのスーツは好きですね。まあ、シンビオートスーツのこのコラ画像というか、 まあ、画勢情報のやつも結構いいなと思いますね。ただよくこの、あの、ベノムの生物感っていううねうね感というか、ネチャネチャ感というか、そういうのをすごい再現できてるなとは思いますね。あの、MCU あるあるなんですけど、画勢情報の画像のクオリティが毎回高いっていうのがね、ありますよね。 まあこういうのを作った人は、公式から引き抜かれたりするんですかね。まあそういうのもちょっと気になったりはしますね。まあということで、今回は、まあシンビオートスーツ、まあガセ情報というか、まあファンが作ったであろう、シンビオートスーツがあるというので紹介させていただきました。このシンビオートスーツは、目の部分縮むんですかね。どうなんだろうな。 なんか縮まなそうには見える。で、マスクは普通にね、シンビオートの、うねうねが、シュワッと <laughs>、マスクをしてくれるみたいな感じじゃないかな。まあ、要は、アイアンスパイダーみたいな感じになるんじゃないかな、みたいな。そういうのも予想できますね。ということで、今回は、シンビオートスーツ、ガセ情報の画像を紹介させていただきました。 まあおそらく来るであろうマーベルスパイダーマン2が楽しみですね。MCU で来るのは何年後になるやら。ということで、皆さん、また次回